前に見えちゃったんですけど、白樺の木じゃないですか。何ですかあれは。But nothing makes sense anymore。事件です。アンドサウナニュースのお時間です。私は今旭川にやってまいりました。何やらこちらの旭川で新種の老竜が発見されたということで調査にやってまいりました。その事件が起きている現場はこちら旭川にある万葉の湯という施設です。一体どんな事件が起こっているんでしょうか。早速現場に急行します。では行ってみましょう。太陽の光が入って明るいですね。広いミストサウナあるんだ、しかも白樺じゃないですか。いいですね。っていうかここから見えてるこの露天風呂、景色すごくないですか。ちょっとなんかこう日本庭園風な、いい雰囲気ですよ。気になりますね。後でちょっと休憩で行きましょうか。そしてありました、ありました。正面サウナです。足が冷たくなったと思ったら水風呂です。大きいね。いいですね。え、ちょっと待ってください。これ何、癒しシャンプー。シャンプーとコンディショナーが冷やされてる。せっかくなんでちょっとやってみます。これが冷たい。あ、冷たい。あ、スースーしてきた。このシャンプーのスースー感が鼻から入ってきてめっちゃスースーしてる。これで顔触ったら絶対ダメだ。頭すんごいスッキリしてます。いいかも。じゃあ次は冷え冷えボディーソープ。スースーしてきた。あ、すごい。これは真夏に嬉しい。あ、これはね、いいですね。なんか爽やかな気分。では頭も洗って体も洗ってさっぱりしたところでいざサウナへ。広さありますね。温度が今94とか6とかそれくらいあります。いい感じの暑さ。これもしかして壁が岩、石が使われてるっていうのも関係あるんですかね。すごいサウナストーン、でかっ。サウナストーンすごく大きくないですか。結構こう大きいし、なんか器が一つありますね。座席のこう配置がコの字型になってるんですよ。で、みんなで
サウナストーブを見るみたいな。いや、ここでどんな事件が起きてるんでしょうか。一見普通のというか特別変わったところは見えないんですよね。セルフローリもできるような感じじゃないし、何が起きてるんだろう。あれ、え、何ですかあれは。めちゃくちゃ豪快なロウリュ。浄炉の水をストーンにかけて湿度をと管理しております。そうだったんだ。え、浄炉でロウリュ、浄炉ロウリュですね。そうですね。すごい、初めて見た。はあ、だからこの湿度が高い状態だったんだ。へえ、これは事件だわ。浄炉での水やりでね、熱という花を咲かせてるわけですよ。ねえ、今満開です。いや、すごい衝撃的な映像だった。じゃあめちゃくちゃ温まったんで汗流して水風呂入りましょう。サウナ入る前に冷え冷えでシャンプーしましたけど、もう全然あちあちです。私今では水風呂はサウナ室の目の前です。待ってください、入る前に見えちゃったんですけど、え、水温10度ちょっと。これは冷たい。冷えてます。では水風呂いただきます。おおおおおお、冷たい。深いですよ。余裕で入れちゃう。これはかなり冷えてますね。やっぱり広くて深い、そしてお水も出てるので水温がキンキンに冷やされたまま保ってます。しかもやっぱり、まあ、これあえてのこのセッティングなのかは分かりませんけれども、中も90度超えてのロウリュでめちゃ熱々からの10度12度ぐらいの冷え冷え、ナイスコンビ。この組み合わせ待ってました。風を感じる。あー、すごい。あー、もしかして日光浴もできちゃう。嬉しい。すぐ目の前が森というか山というか、もしかして白樺の木じゃないですか。すごい、生ビヒタだ。白樺み外記憶もできる。ベンチは入り口すぐそばにあったんですが、ちょっと開放感あってとても素敵なんで、ちょっとこれ押しかけちゃおうかな。ちょっと風が吹いたら風鈴もありますから、夏を感じられる空間ですね。しかもね、目の前にちょっとなんていうんですか、小川というか作ってくれてるんですけど、その水の流れの音が聞こえてるっていいですね。こちらで起きている事件、新種のロウリュ、謎のロウリュ
がされているということでしたが、真相は上炉で浪流、上炉浪流が行われているということでした。私は初めて見ました。なんかちょっとびっくりしちゃいましたけど、でもスタッフの方が定期的に浪流してくれるので、常にいい湿度が保たれているんですよ。だからいつ入ってもいい湿度だし、いい温度だしっていう感じなんで、自分でこうセルフでやるよりもいつでもこう気兼ねなくサウナに入れるというか、自分の汗をかくということに集中して入れるっていうのが、あのスタッフの方の上炉通りのいいところなんじゃないでしょうか。Never been so ready. Fire breath and open sky. It's not what we know. It's where we go. チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら。アンドサウナグッズ大好評発売中です。今回新しく発売となったこちらのアンドサウナ T シャツはとっても柔らかい素材で、サウナの後にもおすすめです。詳しくは概要欄を見てねー。